この間ポンタカード作ったっけ。最近ローソンでよ買い物するわ。あ、ひげ奥さんじゃ。何買い物しちゃったんじゃろ。奥さん、ローソンで何買うちゃったん。あ、どうも奥さん、おはようございました。これ買ったんよ、江崎グリコのジャイアントカプリコ。気合入っとの奥さん、カプリコ買うたん。美味しいじゃろこれ。これね、 Z がついとるやつだっけね、よう分からんよ。男の子がなんか好きなザクザク感を増やしたっけ Z じゃ言うんよ。ほんま、ちょっとなら中見てみにゃいけんのじゃない奥さん。見せてよ、うちに。しょうがないね。空に広がる黒金広し Z。でなんなん、ザクザク感見せて奥さん、ザクザク感。久しぶりにオルファ出して切ってみるけね。オルファ登場。そして切る。なんか思ったより地味なね。ほんまじゃね。ほな食べてみるよ。いただきます。これあれやね、年寄りが食うたら歯と歯の間にね全部挟がってから大変なことになる思う。なるほど、ジャケホームページにこぎゃに書いてあったんじゃわ。ここ見て、対象者、幼児から小学生とその母親まで。ジャイアントカプリコ、親父は食べちゃいけんのか。